インガム軍はアメリカ合衆国ミシガン州ローアー半島の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は28万895人であり、2000年の27万9320人から0.6%増加した。軍庁所在地はメイソン市であり、同軍で人口最大の都市は州都のランシング市である。ランシングは 軍庁所在地ではない州都として50州の中で唯一のものである。軍内にはミシガン州立大学ランシングコミュニティカレッジがあり、またクラス A マイナーリーグ野球のランシングラグナッツが本拠地にしている。インガム軍は1829年10月29日にミシガン準州議会の法によって設立された。領域は幸しい軍。 ウォッシュと農軍の一部と未編入領域を合わせた。管理上の目的で1838年までウォッシュと農軍に付設されていたが、この年に軍政府が設立された。軍名はアンドリュー・ジャクソン大統領の政権でアメリカ合衆国財務長官を務めたサミュエル・インガムにちなんで名付けられた。ミシガン州にはジャクソン内閣の閣僚の名をつけた軍が多く。 インガム軍もその内閣軍の一つである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は560.94平方マイルであり、このうち陸地559.19平方マイル、水域は1 75平方マイルで、水域率は0.31%である。軍全体は穏やかにうねった丘陵であり、標高は800フィートから1000フィートである。 最高地点はティースプーンヒルの1056フィートであり、レスリー市の北1.5マイルにある。グランド側が軍西側境界に沿って北向きに蛇行しており、レッドシーダー側が軍北部を西に流れ、ランシングでグランド側に合流している。軍中央部の大半の水は北のレッドシーダー側に排水され、北側にある軍区の一部は南向きにレッドシーダー側に排水されている。 ランシングで、レッドシーガー側に、北西から流れ込むシカモアクリークが、中部の水の大半を排水している。南部と西部の大半は、グランド側に排水される。南東部隅は、ポーテージクリークとポーテージ側及び一連の小さな湖を介して、ヒューロン側に排水されている。空港鉄道バス主要高規格道路以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 軍政府は、軍監獄の運営、地方道の維持、地方裁判所の運営、権利譲渡と定当権設定記録など重要記録の維持、公衆衛生規制の管理、福祉など、社会サービスの項目で州の施策への参加を行う。軍政委員会は予算を管理するが、法や条例を作るのは限定付き権限である。ミシガン州では、警察と消防、建設と区画割り、 税評価、街路維持など地方政府の大半機能は、個々の都市と軍区の責任である。インガム軍は、下記16の軍区に分割されている。ありがとうございます。